雲の隙間からわずかに覗く青空の下で開幕した夏の高校野球鹿児島大会。待っていたのは過去に例を見ない6日間の雨天順延。その結末は、高校野球、100年の歴史に多くの汗涙、そして感動が刻み込まれてきました。新たな歴史の1ページを作っていくのは紛れもなく私たちです。最高の仲間と勝利を目指してひたすら白球を追い続けることを誓います。いよいよ熱戦の火蓋が切られます。開会式の5時間後、ゼロから野球部を作り上げてきた創部3年目の層が初戦を迎えました。機械との1回戦は同点で迎えた3回、三塁一塁のチャンスを作ります。ここで攻撃の選択はスクイズ、1点を勝ち越します。しかし6回、ワンアウトから機械の4番たまりにスリーベースヒットを許します。ここでキャプテンの宮崎が2年生エースへ言葉をかけました。このピンチをチャンスに変えるために、お前がもう自分のミットを信じて思いっきり投げてこいって言いました。後続を抑えここをしのぎます。リードを広げて迎えた9回、キャプテンの宮崎をアクシデントが襲います。それでもその裏、宮崎はマスクをかぶり続けました。98回目の夏、大会初日、アクシデントにも動じることなく総が2年連続の初戦突破を果たしました。ここからまた気持ちを切り替えて明日からの練習を、次は打倒泉中央という気持ちでやっていきたいと思います。3日後の2回戦、1点を目指す層は5回、ツーアウトながら2塁とすると3番1期生の永瀬。反撃を目指してチャンスを広げます。バッターボックスには総野球部初代キャプテン宮崎。2年前は連合チームで出場、去年の夏は単独出場で初勝利。大隅半島に新たな足跡を残した1期生はこの夏1勝を挙げ、高校野球に幕を下ろしました。しんどいこと一生懸命やって、1期生喜ばして、3期生も一緒、目標は違うにしても、一生懸命頑張って学校の代表だよ。総高校野球部は、総高校野球部は総高校を作って、その思いずっと感じて、頑張って1期生が頑張ってたことを自分たちがそのまま引き継いで、目標にしてた2回戦2勝っていうのを目指してやりたいなと思います。
自分たちの伝統もまだまだっていう部分もあったので、2期生3期生には自分たちの伝統も受け継ぎながらさらなる伝統を作っていってほしいと思います。山田七海の始球式から始まって開幕ゲーム戦って、何か特別なことが起こりそうな夏だなっていうのは感じてて、種子島中央の特別な夏はここから始まりました。多くの観客が見守る中、始球式のマウンドに上がったのは種子島中央高校野球部女子部員の山田七海さんでした。すごい緊張してしてたんですけど、バッターボックスに同じチームメイトが立っていたのも、立っていたりグラウンドにいたりしたので、ちょっと安心して投げれました。直後に行われた開幕試合は熊野に今大会第1号となるランニングホームランが飛び出すなど、志学館相手に14安打の猛攻を見せ、10-3、7回コールド勝ちを収めました。中央高校6年ぶりの初戦突破なんで、それが自分たちがまず久しぶりの初戦突破できて嬉しいです、はい、続く2回戦も突破した種子島中央は夏2勝を手土産に一度故郷へ。教室入った時にも拍手をくれたり、いろんな言葉をかけてくださったので嬉しいですね。大会期間で1回こっちに帰ってくるというのは、なんか今まで経験がなかったので少し慣れない部分もありますけど、自分たちの夏が長く続いている感じがあります。2回戦から11日後、種子島中央は創部以来単独出場ではまだ手にしていない夏3勝目を目指し、指宿商業に挑みました。4点を追いかける種子島中央、6回までノーヒットに抑えられていましたが、7回、先頭バッター坂口がツーベースヒットで出塁すると、相手のミスで三塁まで進み、3番キャプテン大脇。その前のボール、インコースの高めのボール空振ってたんで、うちにもう一つ来るかなって思って、振りに行ったんで、感触は良かったです。レフトへのタイムリーツーベースで1点を返します。その後2本のツーベースでこの回3点を奪い、1点差。しかし3勝目には届きませんでした。始球式が決まって、その後キャプテンが開幕戦というのを引いてくれて、それがとても嬉しくて、いつも以上に思い出に残る夏になりました。ここまで勝つことができて、みんなの顔を見る限りもやりきった感じがあるので、地元の仲間と切磋琢磨しながら、少ない人数の中でも競争を重ねて、特に3年生、中学校の時からの少し交流がある中だったので、苦楽を共にするにふさわしい3年生、6人、そして山田七海、マネージャー含めての8人だったかなと思います。始球式に、開幕戦に、延長戦、盛りだくさんの夏を過ごした種子島中央は単独初の2勝を挙げ、鴨池を後にしました。大会序盤、球児たちを悩ませたのは史上まれに見る雨。鹿児島高校野球界を長年見てきた大先輩たちですら記憶にないという6日の順延で、一番影響を受けたのは大島地区の選手たちでした。体を動かすストレッチみたいなのをしたりして、なるべく硬くはならないようにはしてます。いい形で試合に臨めるようにしたいと思ってます。初戦の1日2日前を想定して島を立った球児たちですが、宿舎での時間が予想をはるかに超えて長くなりました。選手たちがバットをペンに持ち帰る一方、マネージャーはお守り作りで鴨池での勝利を祈ります。みんなならやってくれると思ってるので、そこは期待の気持ちでいっぱいです。鹿児島入りしてから試合をせずに1週間が過ぎたのが沖選ぶ。しかしこういう時だからこそ
いつも使う野球ドームの手入れにも力が入りました。ギリギリの球とかこう磨いたおかげで取れるとかなったらいいなと思いながら磨いてます。6日遅れの初戦、沖選べは3回、2年生末川のタイムリーでキャプテン栄が先制のホームを踏みます。しかしその裏、ツーアウト二塁三塁とピンチを迎えると、バッターは鹿児島城西の4番戸川。右中間に飛ぶ栄、取ったー、スリーアウト、しのぎました。ナイスプレーです。ライトを守るキャプテン栄。雨続きの中でもやめなかったグラブ磨き、あの時の願いが届きました。仲間の好プレーに触発されたのがエース奥間。空振り三振、ツーアウト、見事。1年生の夏から鴨池のマウンドに立ち続ける絶対的エースがこの舞台で躍動。去年夏の準優勝校第4シード相手に6回1失点でしのいでいきます。同点で迎えた終盤8回、沖選べはワンアウト2塁3塁と勝ち越しのチャンスを作ると、2番宮内、あっとキャッチャーがそらしている、奥間が今帰ってくる、勝ち越しは沖選べ。しかし1点リードの9回、奥間はツーアウトから連打を許します。長打が出れば逆転サヨナラという場面で迎えるのは6回、同点タイムリーを打たれている4番戸川。レフト、ユリの花咲く南の島の球児たちが鴨池で大仕事をやってのけました。沖選ぶ第4シード鹿児島城西を下して夏5年ぶりの白星です。自分たちはこの3年間はこの夏勝つために頑張ってきたんだなと思ってすごく嬉しかったです。兄もそうなんですけど、島の人たちはもう先輩方、いろんな人たちが応援してくれたんですごく励みになりました。次も勝ってまだまだ上を目指したいです。秋、春の県大会まで含めても実に4年3ヶ月ぶりの勝利。1年生の頃から期待され続けてきた世代が最後の夏に待望の1勝を挙げました。しかし2日後の3回戦、今まで以上に体が苦しかったんですけど、そんな生きられないんで抑えようと思ったんですけど、変化球、二塁ランナーもホームに帰ってサヨナラ。悔し涙と嬉し涙が。第1年の頃からマウンドに上げさせてもらったんで、その指導者やチームのみんなにもありがとうと言いたいです。ジャガイモ掘りとかも、他の部活じゃ考えられないんですけど、そんないろんな思い出もあるんで、この沖高を選んだのは間違いじゃなかったって思います。今まで以上にチームメイトのありがたさや親のありがたさとか、自分を一番成長させてくれたのが高校野球だと思うんで、本当に感謝しています。もう声出して全力でやってたんで、もうやりきったと思うんで、ここからは勉強に出発して全員でやってみて、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。友人に誘われて入りました。今回のヒットは一番嬉しかった。今日も負けはしましたけど、今まで仲間たちと野球を楽しくやってこいと思ってとても良かったです。打席に立った時に呼吸がめっちゃ乱れてました。
日頃の素振りとかが今に生かされてきて、こう打てたところが良かったです。悔し涙と嬉し涙があるから、君は輝く絶望の夜を、希望の朝を、何度も超えてここへ、hey, yeah. 悔し涙と嬉し涙を流しながら君は行く、終わらせない。最後粘れるわなっていう悔しさもあったんですよ。このメンバーで最後まで野球ができてよかったなっていうのもありました。レフトへ大きな打球、伸びて伸びてスタンドまで持っていきました、ホームラン。他の選手よりもかける思いはやっぱり弟には強くなりますね。自分らしくできる、低く強い打球をレフト方向に打てる、左ピッチャーだ、広大のアドバイスがあったから打てたと思います。ピッチング練習はこいつがいつも取ってくれてたんで、こいつがいないと何もできなかったと思います。見た感じ今日は調子がいいなと思います。最高のピッチングだったと思います。ライトへ思い切り打っていった、1年生の葉月がライトスタンドまで運んでいきました。宇宙間、強い打球が襲っていく。1年生の石澤、大きなヒットを放ちました。外、空振り三振。小田も菊永と同じ2001年生まれ、踏ん張ったスリーアウト。ライトへ、ライトへ、ライトが取る、帰ってきた。2点目が入りました、仙台高校。悔し涙と嬉し涙があるから、君は輝く絶望の夜を、希望の朝を、何度も超えてここへ。悔し涙と、野球に入るまでは人前で大きな声とか出したりしたことなかったんですけど、試合をしている中でやっぱり声は大事だなと思って出すようになりました。やっぱり自分たちの集大成の夏なので、やっぱり一番目に最高の夏です。甲子園を目指し、グラウンドで全力でプレーする選手たち。球場には多くの支える人たちがいます。鹿児島県野球審判協会の、宇部祐介です。野球を、小学生からずっとしてたんですけど、自分が野球 のプレーができなくなってきたのをきっかけにですね、野球に恩返しをしたいと、子供にとグラウンドで走り回れるという、も感じながら審判しています。試合を見ながら選手名をアナウンスするのは宇部出場、鹿児島県高校野球連盟事務局の川野美希と申します。学生のアルバイトが多いので、授業等で出れない子が多いものですから、人がいない時には私も入ります。20年ぐらいしております。やっぱりスタンドで聞いてらっしゃるお客様とか、グラウンドの中の生徒もちゃんと聞き取れるように、ハキハキとできるだけ間違えないように。雨で順延が続いた今大会、欠かせない存在だったグラウンド整備員の皆さん。野球場の整備をしています、上田平和樹です。もう平らに綺麗に、見た目もですけど、もう知ってる選手も使いやすい
くなるように心がけてやってます。もう土を入れて慣らしていって、普段よりは時間もかかりますし、結構大変です。プレーしてる姿っていうのは、やっぱりすごく、もちろん活気もありますし、自分も頑張ろうと思いますし。朝から夕方まで連日球場の入り口で見守っていた人もいます。池田和子です。80歳です。面白い、いろんな人がいるから、みんなさ、おばあさんたちが孫のためによう一生懸命やってくるから元気だなと思って、ここ階段を駆け足で上がるでしょう。あんなも一回若くなりたいなと思いますね。目指せ甲子園。4日遅れの初戦を飾った県最東端にある学校が歴史を塗り替えようとしていました。その中心にいるのがエース東谷純平。志布志にとって34年ぶりとなった準々決勝で、東谷は特別な日を迎えました。今日は何の日でしょうか？誕生日です。誕生日より試合の方に意識がいってるので、勝って夜祝ってもらいたいです。第5シード黎明に挑む志布志。今大会4度目の先発となったエース東谷は、2点を先制され迎えた4回、ワンアウト満塁とピンチを迎えます。セカンド4、6、3、守った。バックに支えられ追加点は与えません。志布志の反撃は5回、先頭バッターは7番東谷。します。今日2安打。さあ2塁に行くぞ。ノーアウトランナー2塁。この日2安打目はレフトへのツーベース。エース自ら反撃のチャンスを作ると、その後ワンアウト1、3塁となり、1番又木打ちタイムリーになります。志布志1点返しました。相手のミスも重なり同点とすると、さらに2アウト1、3塁で4番山本。ライトどうだどうだ、フェアです、フェアです。3塁ランナーホームイン。スタートを切っていた1塁ランナーも3塁回って帰ってきました。県選抜ベスト4の黎明から勝ち越しに成功します。しかし1点差に迫られて迎えた7回、2アウトながら同点のランナーを3塁に背負って、東谷は黎明の4番同面を迎えます。いい当たり、ショートを取った。ナイスプレイ。1年生岡本が誕生日のエースを救いました。そして9回もエース東谷がマウンドへ。中ランナースタート切っていく。勝てて良かったです。低め低めで打たせていこうという気持ちでつなげてました。いい誕生日ありました。そして真っ向から挑んだ第1シードとの準決勝は、ここで負けるとは思ってなかったので、ちょっと悔しいです。みんな必死に守ってくれたので勝ちたかったです。
17奪三振。レフトへ、さあ二塁ランナー三塁蹴る、ホームに来る、ボール返ってくる、タッチはアウト。守ったのはしぶし。三振。3回戦で第6シード大島に競り勝つなど、この夏旋風を巻き起こしているチームがありました。三塁線フェア、同点に追いついた仙台、4対4。第3シード神村学園との準々決勝、仙台は中盤に4点差を追いつくと、再び1点を追いかける8回。いい当たりが右中間、センターは頭を越えた、同点。春の県大会王者に食らいつきます。1回戦からほぼ一人でマウンドを守ってきた仙台のエース調査、9回勝ち越しのランナーを二塁まで進められると、3安打を許している次のバッターを歩かせ、4番との勝負を選びます。調査の165球目。三振。しのいだ仙台。調査が4番バッター田中玲奈を抑えました。ピンチをしのいだ仙台はその裏、ヒットと相手のエラーでさよならのチャンスを作ります。打席にはここまでノーヒットの3番福永、マウンドには神村のエース高山。スタンドに駆けつけた全校生徒と歌う今大会5回目の校歌。秋と春、県大会初戦で涙を飲んだ仙台が4年ぶりに準決勝進出を決めました。嬉しいしか出てこないです。本当に勝ったのかなみたいな、もう信じられない気持ちです。嬉しすぎて涙が出ちゃいました。ここまで来たらどっか痛いとか言ってられないので、気持ちで投げ切るとしかないな。悲願の甲子園まであと2つ。18年ぶりの決勝を目指す仙台の前に湘南のエースが立ちはだかります。ズバッとまっすぐ、3者連続三振。今大会無失点の浜谷から思うようにランナーを出すことができません。1回に先制点を許した調査でしたが、その後はボールを低めに集め凡打の山を築きます。6回、キャッチャーの重久が見せます。ランナースタート、強肩の重久、タッチアウト。湘南の機動力を封じました。試合の流れが仙台に傾きます。7回、仙台はヒットと送りバントで同点のランナーを2塁に進めると、中作監督は前の試合でタイムリーを放っている松永を打席に送ります。ショート前に出てくる、おっとミス、セカンドランナーが三塁蹴まつけた、仙台高校同点。追いついた。執念の内野安打。この夏湘南の対戦相手のスコアボードに初めて1が刻まれます。両者一歩も譲らず迎えた9回、好投を続けていた調査でしたが、
連投の疲れからかタイムリーと犠牲フライで湘南に2点のリードを許します。追い詰められた仙台、しかしここから驚異の粘りを見せます。調査がセンターへ弾き返し出塁するとワンアウトとなり、打席には6番カリアバル。ワンボールからの2球目でした。レフトへ大きい、いい角度で上がっていく。悲願の甲子園初出場へ、土壇場で同点に追いつき試合は延長戦にもつれ込みます。延長11回仙台が仕掛けます。一塁ランナースタート、ライトも前に落ちた。エンドランが決まり、この試合初めての連打。三塁ランナー帰ればサヨナラの場面で代打田中と浜谷の勝負。チーム一歩も譲りません。再三ランナーを許しながらもしのいできた調査。しかし延長13回、先頭バッターにスリーベースヒットを許し大きなピンチを招きます。バッターは5番吉内。抜けていった、湘南高校が1点を奪いました。両エースが200球近く投げ合った激闘。ライトへ、石澤掴んでスリーアウト。この夏最後まで諦めない姿を見せた仙台ナインに拍手が鳴り止みませんでした。レイレイ、お願いします。はい、小室さん、ナイスゲーム、ね、この夏の、1回戦から今日まで6試合すべてナイスゲーム。ここまで勝ち上がれたことは、今日スタンドから応援してくれた6人の3年生お前たちのおかげです。本当にありがとう。決勝進出はならなかったものの、18年前と同じ5勝を挙げ、仙台にとって忘れられない夏になりました。共に県勢最多19回目の夏の甲子園を狙う伝統校同士の決勝。果実の先発はエース谷村。1回、自らのエラーもあり、ランナーを3塁まで進められると、緊張からかミスが重なり先制点を許します。4回、果実は初めてランナーを2塁に進め、4番キャプテンの綿谷。チーム初ヒットがタイムリー、同点に追いつきます。5回以降は両者一歩も譲らない展開に。左中間への当たり、センター佐々木、取ったのか、取った。果実が守備で見せると、三振、三球三振。湘南は6回からマウンドに上がったエース浜谷が、前の日に192球を投げた疲れを見せず三振の山を築きます。同点のまま迎えた9回、果実はヒットで出たランナーを三塁まで進め、ツーアウトながら勝ち越しのチャンス。打席にはピッチャーの谷村。センターへ、セカンド回り込んでナイスプレー。今大会いまだノーエラー、鉄壁の守備陣に阻まれ得点を奪えません。その裏の湘南の攻撃、
フォアボールで出ました。ノーアウトランナー一塁です。谷村のコントロールが乱れ、サヨナラのランナーが出塁。果実はこの後満塁策を取り、ツーアウトながら全ての塁が埋まります。サヨナラか延長戦か。緊迫した場面で起用されたのは、準決勝でタイムリーを放っている関山。ファールで粘り7球目。関山の打球はショートが取る。二塁が来て延長戦三振。延長に入っても永遠のライバル対決は終わる気配がありません。すると12回、湘南はことごとく塁を埋めてきた果実からサヨナラのチャンスを迎えます。ツーボールツーストライク。三振。踏ん張った踏ん張った踏ん張った谷村。延長12回でも試合決着つきません。両チームランナーは出すもののあと1本が出ず、同点のまま延長15回裏へ進みます。ここで試合を決めたい湘南は、ツーアウトながらサヨナラのランナーを2塁に進め、代打宮下剛。谷村の225球目。意地と意地がぶつかり、4時間に及ぶ大熱戦も決着はつかず、決勝では史上初となる引き分け再試合となりました。2日後、平日にもかかわらず県立鴨池球場の周りには史上初の決勝再試合、2日間に及ぶライバル対決の行方を見ようと高校野球ファンが詰めかけました。そしていよいよ夏の王者が決まります。この日も先攻めの鹿児島実業は1回1番に入った香川。先制点を目指し出塁します。続く2番佐々木はこの当たり、これは伸びていく伸びていく伸びていって伸びていってレフトの吉内のファインプレイ。その裏湘南はワンアウト2、3塁と果実先発丸山からチャンスを作ると、先ほどファインプレーの4番吉内。吉内の打球はセンターが佐々木取れない。三塁ランナーの今田、そして二人目のランナーも帰ってきます。湘南高校決勝いきなりのタイムリーは4番バッター吉内。すると果実ベンチは1戦目で225球を投げたエース谷村を投入。川野の打球はセカンド板越のグラブの中、2人のランナー残塁です。その勢いのまま2回、果実は得点圏にランナーを置いて8番吉岡がセンターへ。二塁ランナー三塁キャンパスを蹴ってホームイン。1点差として続く3回、ワンアウト二塁で4番渡谷との勝負。変化球、渡谷センター前にきれいに弾き返していきました。佐々木が三塁キャンパス蹴ってホームに帰ってきました。同点。この試合も4番のバットで追いつきます。直後の湘南、果実を攻め立てるとノーアウト満塁とします。ここでオリオはダブルプレーになりますが、三塁ランナーが帰り1点勝ち越し。しかし連投の疲れが溜まっている湘南のエース濱谷は5回、渡谷は歩かせる
すると湘南山の口監督が動きます。ピッチャーを浜谷から1戦目で先発だった畑中にスイッチ。ここで畑中は5番板越をファーストゴロ。追い立ては三振。糸田智也も三振。踏ん張りました。ガッツポーズ畑中雄大。ノーアウト満塁だったんですが、鹿児島実業高校あと1本が出ませんでした。すると湘南はバックも乗ってきます。6回の表、香川詰まりました。あーっと弾いた。バックアップして一塁へ。アウト。変わった東、ナイスプレーを見せました。対する果実も懸命な守りでエースのピッチングを支えます。そして2日間24イニングにわたった鹿児島高校野球史に残る決勝は9回ツーアウト。ショートゴロ二塁へ。スリーアウト。試合終了。ネットを制したのは湘南。3年ぶり県勢最多19回目の夏の甲子園。湘南高校のキャプテン前川大成選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。鹿児島実業さんも本当に意地があって、自分たちも負けないように食らいついていたんですけど、なかなか譲ってくれず、本当に厳しいゲーム展開だったんですけど、みんな力を合わせて勝ち取ることができてよかったと思います。県大会でやってきたように守り勝つ野球というのが自分たちの野球なんで、甲子園の舞台でも一試合一試合ピッチャーを中心にしっかりと守って、守り勝つ野球を甲子園でも示していきたいと思います。生まれた時から一緒にいる弟なんで、喧嘩は多かったですけど、やっぱり終わってみるといい兄弟だなって。お兄ちゃんがお母さん代わりみたいな感じに思ってます。毎朝桜島が家で遠いので朝早く来て弁当を作ってくれて、とても感謝してます。やっぱり双子で立ちたかった場所。準優勝でも順位についても優勝は優勝で良かったと思います。今まで自分が引っ張っていこうと思ってやってきたので、最後もみんなをしっかり支えて終わろう。周りの人たちに支えられて
とにかく楽しく野球ができました。延長15回引き分け再試合。